移動先を決定してください。バラシにはちょうどいい。少し楽しませてもらおう。新たな敵襲です。数は一機だけですが、敵は特殊な機体のようです。青い機体という報告が上がってますが、隊長どうしました？顔色が。私も退屈してた。移動先を決定。
気をつけて。移動先を決定してください。リモス基地の武装化物、しかしマクト側は依然これを否定。今回のマクト側の公表で特殊部隊ブラックピューマの存在も明らかになり、国連担当責任者である少佐も油を絞られた。あら隊長、どうしました？今回の作戦は大変でしたね。任務は果たしましたけど。褒められるような成果。しかし、あの青い機体は、正直、戦慄、エースパイロットなのでしょうか。心当たりはありませんか？え？隊長も、同じ敵に？手ごわいはずですわ。しかし、次は必ず私の勝ちですわ。では私は、騎兵のシミュレーター室に向かいます。少しでも部隊の能力を上げたいもので。では失礼します。ああ、頑張ったのには。私の足を、命がある。やはり無理が。その中心にいるのは、ほとんどがマクトの宇宙軍。ネローマ・ディザドーラ大佐が指揮する艦隊だ。承知した。今後はもっと慎重に行動する。分かった、何度も言うな。では失礼するよ。言論に対応は変わりません。自重をしろか。何も得られないぞ。例の作戦はいかがしましょう。当然続行だ。そういえばこの前の国連妙な部隊だった。国連宇宙軍の新たな特殊部隊だそうです。調査しますか？それは別のものに。お前は例の作戦に専念し、先日の作戦内容で君たちに託した部隊の実力が分かった。とりあえず前線には出さない方がいいと判断するか。はい。今後の部隊の扱いに何か変更が？まさか解散に？部隊は存続だ。これからの活動は火星周囲の宙域調査を主任務とする。派手に動き回って注目を集めたくはないからな。具体的な任務は近日中に与える。それまでは十分に気をつけて行動してくれ。6週目に入りました。